斉藤18歳の激突になります。168センチ、 55.0kg、 山口道場所属、ディープキック55キロ級王者、鈴木鈴木正彦。赤コーナー162センチ、 55.0kg、 ターゲット種目第6号ライゼンバンタム級王者、那須川天心。なおこの試合は3.3 ラウンド延長1ラウンドにて行われます。注目の重大対決、当然、ゲストの宮城大輝さんにも加わっていただきたいと思います。もう宮城さんがですね、はい、この前のチャンピオンになってしまいました、ね、そうですね、はい、第4代ですもんね、はい、もう時は流れていますけども、さあどの辺にポイントを置きましょう、この一戦。そうですね、まあ天心はチャンピオンになって初めての試合なんで、はい、プレッシャーもありますけど気合も相当入っているので、ぜひ頑張ってほしいです。わかりました。そして、鈴木選手に関しましては、布施さん、はい、鈴木選手だって18歳、もう高校卒業したてですからね。そうなんですよ、はい、ここ鈴木選手もですね、今回は最初にまだ全然今日から3試合戦わなきゃいけないわけじゃないですか、はい、全然痛みのない段階で戦えるのはこれはラッキーだと言ってますからね。いや本当に気持ちは強い選手でしょうね。さあ16歳の優勝候補那須川か、天才と歌われました。そして鈴木は西の神童と歌われています。この2人が対戦いたします。神童対決、天才対決であります。長い距離のキックを飛ばします鈴木。キレのあるパッチであります。前蹴り、今連続目のパンチですね。膝も張りました。速いとパンチ回転力、膝も飛ばします。すぐに一発返しましたね。そうですね、中に入り込んできました。宮城さん、このラスカーのいいところはこのパンチの回転の速さですよね。鈴木選手打たれ強いですね。そうですね、いいパンチもらってるんですけど、6キック。鈴木選手もこの辺はしっかりと訓練をしてきました。